ご覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルのまことです。今日はひげ剃りの話なんですけど、僕今使っているのが日立さんのこれなんですけど、 RM-T396 なのかな、これ間違ってないと思うんですけど、今現在この電気シェーバーを使ってるんですけど、ちゃんと生えるんですけど、ただここら辺がよく剃れなくて残っちゃうんですよね。自動的になんか洗浄できるのとかは、まあ値段でね、今と同じ感じの電気シェーバーにしようかななんてちょっと思ってるんですけど、今ひげ剃り使っている方になんかおすすめのひげ剃りあれば教えてくださいっていう動画でございました。この動画がよろしければね、チャンネル登録と、高評価拡散もよろしくお願いします。各種、SNS やっております。 Twitter、Facebook、Google プラス、あと LINE アットも、やっておりますので、もしねよろしければフォローと友達登録ね、よろしくお願いします。ではね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。